はい、どうも、なにまるです。おはようございます。今日は2018年6月の20日、水曜日ですね。今、時刻は6時56分になったところです。昨日のサッカー日本代表、なかなかいい試合でね、今日は気持ちのいい朝を迎えた人も多いんじゃないですかね。その中で、まあ、ドル円、これね、4時間してズドーンと大きく売られてから、若干ね、強い戻しをつけている状況ですね。今、110円の攻防、ここのね、押し合わせで、まあ、4時間しかないのでね、まあ、波が変わっていく場面というところで今、攻防している状況というところです。今、4時間し、ですね。ただ、こう、切り下げラインをね、ブレイクしてきたというところで、まあ、売りの力はまあ強そうではあるかなと。ただ、まあ、上位足のね、冷やしを見てみると、これ、まあ、横の動き、をしているということと、まあ、高値切り下げてはいるんだけども、下からこう、変わってきた力、まだまだ強そうですよね。明確に今、目線が下に変わっているということではないので、まあ、上位足の動きからすると、その部分にはまあ注意していきたいかと。ただね、ここを、もしくは、ここですね、ダブルボトムを作って上昇しているところ、この辺りまで割り込んでいくとね、まあ、完全にもう下を向いてくるような状況にもなってくると思うので、まあ、戻り売りを狙っていきたいなと。現状のいる水準も、ね、110円、まあ、相当売られやすい流れではあるんだけども、この昨日の、ね、まあ、強く売られていった流れの、まあ、60.8%、110.16、この辺りまだ、ね、全然戻ってくる可能性ありますし、まあ、ちょっと強い戻しがあったとして、この辺ですね、110.25、110.3、まあ、こういったところにね、まあ、目標をつけて、まあ、戻っていく。まあ、強い戻しがあったとすると、まあ、そのあたり。この、まあ、4時間の切り下げラインですね。こういったラインに、まあ、当たるような、まあ、移動平均線に当たってくるような位置っていうところが、まあ、戻り売りの、まあ、本命というかね、まあ、次の強い、売りが入ってきそうな場面、になってくると思うので、そういった位置に注目していきたいなと。ところですね。で、まあ、戻りが入りそうな場所。まあ、現状の位置でもね。まあ、110円、付近で、まあ、短期化してみると、今ね、ちょうど朝、頭を押さえられている位置ですけども、次の目標ってこの辺なんですよね。ちょっとここはね、まあ、中途半端な位置いるので、まあ、今現状、まあ、少し様子を見て、いきたいなと。これ110円ですね。110円でサポートされているっていう状況なので、もう一段階上がってもおかしくないのかなと。ただ、まあ、もう少し上がってくると、ここね、まあ、目標値、まあ、レジスタンス、これまあ15分足、30分足レベル、まあ、この辺りのレジスタンスゾーンっていうところにね、まあ、入ってくると思うので、こういった位置では相当売られやすいかなと。目標をつけるとすると、まあ、110.2円。このあたりですかね。で、今いる、大体値段110円付近。このあたりの、ね、動きっていうのは注目して、例えばね、どんとこう上げてくるような動きがあれば、こういったところはね、かなりショートのチャンスですよね。こう昨日の、まあ、午前中、アジアタイムにドカーンと下げたこの動きに対しての、まあ、戻り売りは、まあ、どっかで入ってくると思うので、まあ、それを狙うとすると、まあ、このあたりが一番いいかな。もちろん今いるね、110円っていう水準でも全然いいと思うんですけども、このあたりで売るとすれば、まあ、しっかりとね、これ、切り上げラインを割り込んでから、この110円っていうところの、まあ、レジスタンスを確認して売るっていうのが一番、まあ、綺麗な形ですよね。それ以外はちょっと、ね、今、戻しが強いので、このあたり、攻防に巻き込まれてしまう可能性は高いかなと。そのレンジの中腹でね、今こう揉み合ってるっていうところですよね。で、これがまあ、ぐんぐんぐん上昇していって、もちろんここも超えて、このね、売り始まった、根元、陰線の根元まで来る可能性も、まあ、否定ではできないですけども、まあ、現状の流れからすると、この4時間の戻り売り、これですね、まあ、移動平均線に当たりそうな位置、この辺まで戻ってくると、まあ、相当売られやすいと思うので、このあたりのこうタイミングを見ていきたいなと。まあ、時間帯的に
まあ、ヨーロッパタイムあたりですかね。なんで、アジオタイムは、まあ、ノートレード、もしくは、じわじわ上がっていく方向に見た方が、現状は、やりやすそうかなというふうには、思います。はい。まあ、自分の目線はね、まだまだ今、下を向いているので、まあ、高い位置から見たいな、というところですね。ひたすら現状はそれを狙って見ていきたいと思います。今、これ110円サポートされるような動きになれば、そこもね、一つ狙い目ですね。今、こういったレンジを作っているので、高値110.1っていうのもですね。はい、これ5分足ですけども、今これ110.1円ってところで、現状圏、レンジを作っていると。ここから始まった上昇ですよね。このあたりは、まあ、レンジを作って、押し目を作ってからドンと上げると。で、ここでさらに、まあ、押し目を作って、まあ、押し目買いが入っていっている状況で、5分足の波で見るとね、こう、ここから始まった波が上昇して、このあたり、まあ、明確に頭を押さえられて、今、下がってきていると。これ、まあ、レンジを作っているっていう状況ですね。今の流れ、この短期化している流れからすると、まあ、このレンジが続いていくとすると、ここにね、買いのポジションが止まっていきそうな様相なので、ここで、まあ、買えるようなチャンスがあれば、おしめ買い狙っていけそうかなと。この青いイメージですね。もう一段階上に上がりそうな、こういうイメージを持って、110円から、まあ、上、狙ったとしても110.2円。これ20分ぐらいなんでね。まあ、アジアタイム、どちらにしろ、まあ、細かい値幅を狙うことになるのかなと。ってことですね。なんで、まあ、ここは、慣れてない人は、まあ、ノートレードがいいですよね。やっぱりね。細かい値幅を狙うことになるので、夕方以降に、まあ、ターゲットを見てね、行くのがいいと思います。まあ、自分はこのあたりね、まあ、サポートされる動きがあれば、一回買っていこうかなと思います。まあ、本命はね、戻り売りなので、まあ、そこだけ、こう勘違いしないように。まあ、上位足の方向性。今ね、4時間足、日足レベルで、まあ、下を向いてるって高値から売られてきて、この110.7円ですね。ここからまあ売られてきてるっていう流れの、まあ、戻り売り候補。まあ、このあたりですね。まあ、そういったところにターゲットを見据えていきたいなと、こういったところです。はい。でね、ユーロ円。ちょっとね、ドル円同様、まあ、似たような動きをしているわけですけど、現状ね、この、日足レベルのライン、ちょっとね、ごちゃごちゃしてるんですけど、よいしょ。ここでもね、4時間足の、まあ、移動平均線に乗って、戻り売りが入ってた。ここでね、ドーンと売られてながらの時間調整、まあ、横の動きはしそうだなっていうところで、まあ、見ていたと思うんですけどね、まあ、そこから、ドーンと売られてた。まあでも今、どちらに狙いたいかなって言ったら、やっぱり戻ってきたところで売りたいですよね。で、現状これが、まあ安値、126.644っていうところですけども、日足。はい。まあ下髭付けでぐーっと押し戻されてはいるんですけども、127円か、127円。週足。ここですよね。まあ、サポートされるかどうなのかっていうのは、まあ、ちょっと分からなくなってきたってことですね。まあ、下割り込んでもおかしくないのかなと。まあ、日足レベルのトレンド。これですよね。このトレンドで、ここをブレイクするかしないかっていう位置から、ECB 政策金利発表でね、ズドーンと下げてきた。これは結局上位足の戻り売りですよね。で、それがまあ今現状続いてるっていう状況なので、まあ、どちらに力が傾いているかとすれば、やっぱり売り、今強そうですよね。このまあ政策金利発表から始まったこの戻り売りっていうのが相当強そうなので、これですね。まあ、高い位置まで戻ってくると、まあ、今で言うと128円とかね、以前こう4時間で揉み合った、今週の頭ぐらいからね、揉み合ってきた、こういった位置に戻ってくると、相当売られやすいと。
まあ、そこまではね、ぎゅっとこう回復してくる可能性あるんですけども、そういった位置からは戻り売りが入りやすいというところで、これはまあドル円同様ね、この流れに対しての、まあ、60に対しての、まあ、ちょうどこの底ですよね、連鎖ポ転換していくようなイメージ、127.8円、まあ、もう少し上がったとして128円、今いる水準が127.5円というところなので、この戻りを、まあ、狙うのかどうなのか、まあ、狙えそうなら、ダラダラとしたね、まあ、上昇トレンドを狙っていくことにはなるのかなというところですね。現状でこれ15分足ですけども、こう戻しを作った、ここですね。ここをもう明確に上抜けてきた、まあ、こういう陽線が出てきているというところで、まあ、短期足レベルではまあ完全に、目線は上を向いているというところですね。なので、まあ、勢いよく上がっていきそうな場面ではあるかなと。で、まあ、小さいトレンドですけれども、まあ、下がってきたら、まあ、短期足レベルで1回127.8円付近まで、買っていくチャンスはあるかなというところですね。で、こういうところでも必ず注意したいのは、この短期足レベルでね、まあ、必ずこういう、まあ、切り下げラインをブレイクしてくる位置でエントリーするっていうところですよね。まあ、今現状で、まあ、短期足レベルでは、ここでまあ一応はっきりと底を作って、まあ、強く戻ってると。まあ、今戻ってる理由っていうのが、ここで売ってた人たちの、まあ、利確が入ってるっていうところと、ここを底と見て、まあ、新規の、まあ、買いを入れてきている人。それが、まあ、双方が、まあ、合わさってるっていうところで、今、じわじわ戻ってるんですよね。まあ、長期足レベルでは戻ってるってところなんですけども、まあ、短期足レベルで見ると、まあ、かなり強い勢いで上昇していると。で、直近高値も超えて、今、トレンドが発生しているという状況なので、まあ、ここに関してもね、まあ、切り下げラインっていうのは、まあ、はっきりとブレイクした位置から、あとはその上位足レベルでは、まあ、強い売りがあるので、まあ、どっから戻りが入ってもおかしくないっていう状況ではあるんですよね。で、今いる位置が、一応50%ライン、戻り売り50%ラインってところですけども、まあ、これはちょっとね、明確な目標がないので、まあ、ライン、意識されたラインとすると、やっぱりこの127.8円ぐらいですね。このあたりまで来ると、まあ、強い戻り売りが入りそうかなと。4時間のちょうどね、移動平均線に乗ってくるような位置なので、そういった位置まで、まあ、一旦その日中の時間ね、まあ、上昇で見ていけそうな流れではあるかなと。で、5分足レベルで言うと、押し安値ですよね。627.35。現状のラインからすると、こういったところまで下がってくると、まあ、上げてきやすいですし、逆にそういったラインを下抜けてくると、そこから、まあ、修正波が入っていく可能性はありますし、まあ、今、下のラインですね。これ5分足レベルですけども、127.35付近、まあ、このあたりに注目して、反発するようであれば、星ぐらいになっていきたいなと。で、そこで、まあ、チャンスがなければ、上がりきった位置ですね。まあ、ここもやっぱりヨーロッパタイムですかね。夕方以降の時間に128円、ないし127.8円付近の動きってところを見ていけたらいいかなというふうには思ってます。まあ、ユーロドル、こちらも似たような動きをしてますね。ちょっとごちゃごちゃしてますけども、現状、もうここでね、一回買いのエントリーをしていったんですけども、昨日の夜ですね、ここでも明確にこれ5分足レベルで、はっきりとこう底を作って、で、そこから反転していったっていう形なので、一旦、まあ、この目標までの、まあ、ロングをしてみたと。その後なんですけど、じわじわ、まあ、上昇していって、現状その目標を超えていったっていうことですよね。で、こうやっていくときにやっぱりこういうね、強い陽線が出る、まあ、一方向にね、相場が傾いていくっていうところで、今現状で、ね、まあ、明確にね、ここの目標を超えていったっていうわけではないんで、まあ、そこは注意したいところですけども、こういう目標の先ですね、まあ、ちょうどこの戻り売り61%。まあ、目標で言うと1.16ですね、こちらね。そういった位置からは、まあ、戻り売りが入ってきそうなので、注目したいなというふうに思ってます。まあ、そこからはね、やっぱり戻り売りを狙いたいので、こういうね、黄色いイメージを持って見ていくと良さそうかなと思います。
今からちょっとこっちはね、目標が近いんで、買っていくっていうイメージじゃないですね。高い位置から売っていきたいなと。いったところです。はい。で、もう一つ、オーストラリア円ですね。オーストラリア円、現状で、日足のレンジの加減、まあ、かなりね、強烈に売られてきた流れですけども、今ここ、81円近辺の攻防ですね。まあ、日足の底にいるので、まあ、やっぱりここは買われやすいなっていうところですよね。うん、で、こちらもね、底を作ってきて、今、押し目を作ってきている状況。なので、まあ、下がってきたら、まあ、一回買うチャンスが、まあ、ありそうだ、というところ。ただね、ちょっと、まあ、値幅が少なくなってきて、ボランティティがなくなってきているので、まあ、次のはっきりとした動き出しを待つのが、良さそうかな、というふうに、思います。ここにあるのが81円というのが、81円ここですね。81円のおそらく攻防が起こっているところなので、はい。ここでしっかりと、上位足レベル、今ね、1時間足で、まあ、移動平均線超えるのか超えないのかっていうところですよね。4時間足で見ると、まあ、強烈に多分売られているっていうところなので、まあ、ここもね、時間調整で、まあ、横の動きをしやすいっていう場面ですよね。ここに今目標があるので、こういった位置では 81.1516、こういった位置では、まあ、レンジ化しやすい場面。まあ、この高値とね、この安値、まあ、60ピップスですかね。もうこの範囲で動いていくイメージを持って、まあ、しばらく見ていきたいなというところだと思います。はい。ちょっと難しいですかね。まあ、底値圏の動きなんですけども、ちょうど、まあ、相当売られやすい流れの中で、まあ、一旦のね、一応目標にはいると。まあ、日足のレンジ加減にいると。まあ、ここ抜けていくとね、まあ、かなり勢いよくズドンといきそうなので、ここですね。まあ、それは注意したいところですけども、一回ね、戻しをつけてくれれば、まあ、図面同様、売りやすくなってきますよね。まあ、週足の移動平均線に当たって戻り売りが入ってくるので、まあ、高い位置から売ってる人は、もうしばらく保有でいいのかなと。ホールドでいいのかなというふうには思います。はい。日経平均も大きく下落したということ。まあ、セアクリーズもね、100万のダウ平均株価も大きく下落していると。まあ、ドル円も、まあ、高値抑えられて、切り下げから大きく下がってきているという現状を踏まえると、大きい流れからすると、やっぱり戻り、売られやすいという展開には合うと思うので、まあ、それを踏まえてね、まあ、いつどこで、まあ、売りが入ってもおかしくないように、まあ、18あたりは、そこまでの、まあ、買いを狙えれば、狙えると。まあ、本命は、まあ、高い力を打っていくって戦略を持っていきたいな、といったところだと思います。はい。それではね、今日、朝のお茶の感想、これで終わろうと思います。今日も一日張り切っていきましょう。